勢いのあるボールを投げ込みます。クーラ17回目のシーズンを迎えています。さあ勝負か、どうする。変化球打って打球はファースト前、ランナーが出る。さあノーアウト、打ったバッターは二塁へ向かいます。ツーベースヒット。では勝川さん、今のはどうでしょう。今のはスライダーですよ。打たれましたけどね。はい、そのボールを打たれました。さあそして8番に回ります。里崎、この先制のチャンス、打席が回ってきました。どこから狙うか。まず速球から入りました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。先ほど去年の成績が紹介されていました。2割3分4厘のアベル、そして本塁打の数10となっています。インコースはどうか。今のは反応できませんでした。この回初めてヒットを許しています。まっすぐを打って、これはセカンドになります。一塁に送ります。一塁、これは悠々アウトです。セカンドゴロに終わりました。そして打順は9番岡田、その注目のバッターボックスです。やっぱりね、この足を生かしたねバッティングしたいですよね。はい、ここは足にも十分注意しなければなりません。どう組み立ててくるか。初球見送っていきます。この球は入りません。次の2球目、変化球外れました。ノーストライク2ボール。これは速いボール、思い切って投げてきます。最初のバッターはツーベース、その後は内野ゴロに終わらせました。バッティングカウントになったが、ボール、ワンストライク3ボール。先制のランナーが三塁にいます。膝元へ決めてきました。153キロ出ています。バッターは9番岡田。ストレート、三遊間の当たり、このランナーがホームベースを踏みました。この失点また気にならないですね。立ち上がりはこれですよ。ベンチも気にする得点ではないですね。そうですね、ここはまだ判断前ですね。ここで打順が一巡します。西岡打席に入ります。最初の1球は成田、ファーストランナースタート、バッターは空振り、タッチはアウト、二盗は失敗。今日2度目のバッターボックスに入っています。高めを打って低い当たりになった、取った、一塁に送ります。さあランナーが出ます。追加点を入れていきたい。これが今日1本目のヒットです。そして打順が変わります。今江、右の打席です。ファーストランナーがスタートします。投球ストライク、タッチアウト、盗塁失敗、これでスリーアウトチェンジ。さあもう一度見てみましょう。さあスワローズ、次の打順はクリーンナップから始まります。緩いボールを待ちながら速いボールにも対処できるバットコントロールがあるんですよね。本当に綺麗なインサイドアウト、完璧なバットの出方ですね。この辺はね、少年野球とかアマチュアの方はお手本にしてほしいですよね。まずは見送りました。ワンストライク、ノーアウトランナーなし。いやー、辰川さん、スワローズはどうすればいいですか。この打順ですのでね、無得点ということになるとね、寂しいですよね。はい、とにかく点まで行きたい、この攻撃になります。はい、これはストレート、今のはね、とにかく思い切っていこうっていう感じでしょうね。はい、大きな空振りでした。次はどんなボールを持ってくるか。あっと、三球三振、一気に勝負してきました。そして次の4番デントナー。さあ第1球、変化球、ファウルボール、2回の第1打席、セカンドゴロに終わっています。変化球、これは空を切ります。カウント2ストライクノーボールです。
これが2回目のバッターボックス。低めいっぱい、空振りの三振に切って取りました。原川ハイペースで三振を積み重ねていきます。さあどんなイメージで打席に入ったでしょうか。ヒットコースへなんとかバットの角度を向けようとしてるんじゃないですか。なるほどね。まあピッチャーにはね、相性悪いと思わせておきたいでしょうね。どんなボールをどう打つか今後の印象になっていきます。これは外れました。ノンストライクワンボール。2球目はどうか。内へ。当たりませんでしたけどいいスイングですよ。しっかり振って空振りです。原川はこの4回途中までを投げて打たれたヒットが2本、失点なしの成績です。主審の手は上がりません。ワンストライクツーボール。原川1点のリードをもらってのマウンドになります。さあバッター有利か。緩いボールできました。ボールカウント2エンド2。今日2度目のバッターボックスに入っています。変化しました。右へ行った。前進前進。ワンバウンドヒットになりました。2打席連続のヒットになった。ランナーが出ます。さあバッターは6番ライカ。初球は際どいところに来ました。この球は枠に入りません。直球で決めました。厳しいところに決まりました。この回あっという間に2アウトになりました。しかしその後ヒットを打たれました。ストレートできました。2ストライク1ボール。すでに今日奪った三振の数は5となっています。これはボール。2回の1打席目見逃しの三振に終わっています。これはそれました。3ボールまで持ってきましたからね。はい。原川今日は4回途中までを投げて許したヒットが3本。この回は1本ありました。打っていった。抑えた。1塁へ。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。クロスゲームは1球1球に注目です。こうなるとバッテリーとの読み合いになりますよ。プロ野球ファンには答えられない面白さです。4回の裏マリーンズの攻撃。2番からの打順になります。今江初球です。まずは外から来ました。カウント1ストライクノーボールです。点差変わらず1点差。マリーンズがリードしています。さあどうでしょう。コーナーを狙います。1エンド1です。攻撃中のマリーン、最初の3イニングは残塁1、そして4回の攻撃中です。当てただけのバッティング。打球はセンターに上がっている。これはセンターが前に出ます。センターフライに倒れました。次のバッターです。井口打席に入ります。さあどこから来るか。最初は低めのボールでした。ワンストライクノーボール。初回の第1打席セカンドフライに倒れています。村本へ決めてきました。ストレートで追い込みました。ワンアウトランナーはありません。これは低いところに持ってきました。バッテリー外してきます。この回は先頭バッターを打ち取っています。スイングアウト三振。今のプレーをもう一度見てみましょうか。
まあよく粘って投げてますよ。味方を信じて守りきることでしょうね。そうですね、チームメイトを信じないと野球にならないですよね。まあここは信頼することで思い切った球が初めて投げられますからね。最初は見ていきます。ここは外してきました。ストライクになります。平行カウント1エンド1。奪った三振の数が3となっています。今度はインコースに持ってきました。2ストライク1ボール。この回まず2アウトを取っています。変化球が低めに外れます。本当低めに丁寧なピッチングですよね。はい、確かにあまり高めのボールは見ていません。2回目の打席はどうでしょうか。あっと空振り三振、3アウトチェンジ。さあもう一度見てみましょう。1点を争う好ゲーム、目が離せません。力はゴムゴムですからね、気が抜けませんよ。はい、こういう取り組みは実況しがいがありますね。5回の表、スワローズの攻撃。トップバッター宮本、ここは塁に出てつなぎたいところ。初球はボールになりました。この球は入りません。2球目です。一塁に送ります。一塁はアウトです。バッター鬼崎。まずはボールから入りました。ワンボールです。内へのボールはわずかに外れた。ツーボールになりました。ワンツー、これではバットが出ません。両チームともにヒットは3本という内容です。ストレート上がった、打球はセンターへ。これでアウトが2つ。次のバッターはどうでしょうか。菊池、左のバッターボックスに入っています。何を投げてくるか。初球は高めに来ました。1球外しました。さあ次のボールは、ここはストレート。結局ボールが2つになりました。次が3球目。外のボール、ワンストライクツーボール。先頭打者は内野ゴロ、その後は外野フライに終わらせました。さあバッターちょっと有利か。低めインコース、カウントツーエンドツー。今日奪った三振の数は5となっています。しかしこれは追いつきます。取りました。3アウトチェンジ。接戦が続きます。どちらも全く隙がありませんね。展開を読むのが難しい試合ですね。5回の裏、マリーンズの攻撃。対するこの回の先頭大松、左のバッターボックスに入りました。さあ第1球、まずはストライク、ワンストライク。この試合の奪三振の数が4となっています。高いボール持ってきました。ボールカウント1エンド1。
依然として1点差、マリーンズがリードしています。コーナーを攻めます。ツーストライクワンボール。ここまでのマリーンズ打ったヒットは3本、1得点の内容です。一方のスワローズヒットが3本、まだ変化球打ちました。サードへの当たり、サードが取ります。一塁へ、アウト。そしてバッターは6番サブロー、右のバッターボックスに入りました。最初の1球、初球から際どいコース、この球は外れています。さあ2球目は決めてきます。カウント1エンド1。この回もまず先頭バッターを打ち取りました。3投目ストライク、2ストライク1ボール。吉野、今日は5回途中までを投げて打たれたヒットが3本、失点は1という成績です。あーっと空振り。さあもう1回今のシーンです。打順は次に変わります。福浦、最初は速いボール、今日はボールが走っているようです。ツーアウトになっています。これはストライク、153キロのストレート。3回の1打席目、ライトへのツーベースヒットを記録しています。あーっと打った、ショートへの当たり、取った、一塁に送ります。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。さて試合は1点差のまま6回に入っていきます。この試合はまっすぐが多めの配分になっています。千葉マリンスタジアムは6回の表、スワローズの攻撃。この回はトップから始まっていきます。青木、先頭バッターとしてまずは塁に出たい、この回の攻撃になります。確かにこのバッターはね、まあ塁に出るとすぐに走りますからね。はい、その盗塁を決めるには出塁しなければなりません。このスライダー、鋭く変化します。平行カウント1エンド1。お互いここまでは3本のヒットを打っています。さあ3球目、さあヒットになった、ライトへのヒットになりました。さあランナーが出ました。田中広康、右打席です。さあ初球はどうでしょう。ここは送りバント、